どうもこんばんは、アイラマイペイです。いやー、今ね飲み会の途中なんですけどもね、突然動画を今撮るっていう感じになってですね、ちょっとねアイラブ WCB さんが見切れてるんですけれどもね、アイラブ WCB さんの差し入れでこちらいただきました。はい、こちらノーザンモンクと宇宙のコラボビール。はい、こちらはどこで買ったんですか？スロップショップさんです。やっぱりスロップショップだよね。ということで、じゃこちらをねシェアいただきたいと思います。さあ、そしてね、もうちょっとこれ1個しかないんですけど、私は宇宙のグラスでいただきたいと思います。じゃそれでは続いていきましょう。オープン。これね、これなんか赤いんだけど。赤い、本当だ。はい、着きました。いやー赤いね、赤い、意外な感じ。うん、それではね早速飲んでいきたいと思います。宇宙とノーザンモンクのコラボ OSF025。 じゃあそれでは早速飲んでいきましょう。乾杯。おー、サワー、ちょっとミルキーのサワー、うんうん、甘くない感じがいいね。うん、うん、飲みやすい、うん、飲みやすい。これ何パー？これ 4.5 IBU は10。なんかいろいろ書いてあるね。ビアスタイル、ストロベリープラム桜フルーテッドビアだから、まあいわゆる春のビールって感じ。これ原材料は麦芽、ホップ、イチゴ、プラム、サクランボ、桜茶、桜餅的な感じかな。あのサンクトのさ、ほら桜ってあるじゃない、ああいう感じのね。まあただその葉っぱの感じじゃないんだけど、ちょっとねチェリーベリーの桜のチェリーブロッサムみたいな感じの。お茶感確かにありますか？お茶感あるね、後味のお茶感が。うん、ほうじ茶だっけ。ミルキー感って言ってた部分、実はお茶感かもしれない。桜茶、このミルキーはどっから来たんだろうな。いや、なんかその口当たりがそういう感じがしたっす。うん、桜茶って言われて茶だなって思いました。うんうんうん、イングリエン、イン、イングリエン、イングリディエンツがイングリディエンツが、まあ、原材料だな。ウォーター、モルテッドバーレーだから、モルトされた大麦、モルテッドウィート、モルトされた小麦、オーツ、ホップ、イースト、ストロベリー、プラム、桜。これなんかすごい、なんかちゃんとね詳細が書いてあるところが親切。これねこんな感じです。あの後でスキャンしたらできたら貼ります。いや、これ初めての味だな。うん、サワーだけど桜茶、ミルキー、そう、ミルキーがお茶なのか。でもなんだろう、シャバシャバ、シャバシャバ感あるね、シャバシャバ感が。うん、逆にその濃厚じゃないですもんね、全然。うん、 4.5 で IBU10 だからでもサクサク飲めてるね。ちょっと想像と違いましたね。想像というかさ、うん、意外性が、うん、なんか前に動画でほらあの言ったことがあるのが、あの2021年、ベイルのさサワー系の IP が入るみたいなことを、まあ、私動画で言ったんですけど、あのその時に同時に WCB のウエストコーストブルーイングのコレクティブっていうのがあったじゃない。アイラブ WCB さんだからね、はい、あの当然もうあの全ての WCB をねほぼ飲んでると思うんですけども、はい、うん、なんかねそのコレクティブにもちょっと近いところがあるんじゃないかなっていう、その桜要素以外のところでサワーのこの感じ、ちょっとねなんか通ずるところを感じるなっていうのが、まあ個人の感想なんですけど、どうでしょうか。あのザ・コレクティブユズっていうのが今回出てるんですけど、ユズ、うん、と梅のエキスがちょうど使われているので、うんうん、ある意味に通ずるところはあるのかなっていう感じがします。こっちが桜でコレクティブの方は柚子だぞと。柚子とまあ梅感が強いですね。梅か、桜か梅かということだ。さすがね、アイラブ WCB さんね、宇宙持ってきて WCB の話をするっていうねまあアイラブなんで。そうだね、うん、まあそれ言うとね、これ IPA じゃないよねっていう話出てきちゃう。確かに。しかも俺さっき OSF とか言ったけど OFS だよね多分ね
テロップで修正入れてください、うんうん、あの蛍光補水液になっちゃってるOF の OSF そうね、所ジョージだよね、所ジョージこれでもなんか最初じゃない1杯目だったんじゃないかっていう ねそのごめんなさいね僕、うん、なんかいやいや文句言うとこじゃない IPA だと思ってたからなんかね大事に取っちゃってる、うん、いやでもその割に3杯目くるってね今日ねこれからいっぱい IPA 飲むんですよこの辺りにねあの写真が出ると思うんですけど最近ねシア飲みばっかりしてるんではいあの一向に動画が進まないんですけれどもこの動画はね今横からの圧があるんですぐ出ますそう今日ねあの一応ちょっと紹介しておくとバッテレーのねセラ飲んで、滋賀のねソーセクシーブラウンからの動画撮れよといやでも嬉しいわあのね初コラボ相手ということでねそうなっちゃうんですねいや I love WCB でも探し当てちゃうフォロー規模が来たら別に普通に承認してあそうなんですそうなんですクラフトビール好きはじゃあアイラブ WCB さん探してくれればはい、はい、何の話だっけ偽垢注意いや偽垢そう偽垢の話してたんですよあの宇宙のルミコさんのアカウントがね、Twitter アカウントが乗っ取られたりとかさっきねちょうど飲んでる時にねビアマカンダからフォローされましたみたいなの来ておやと思ったらねフォローした瞬間なんか DM 来て日本酒のなんとかをプレゼントみたいなわけわかんないの DM が来たりとかしてね最近ちょっとクラフトビール界隈もしかしたら狙われてるかもしれないんで、ね、皆さんねビールの収集アカウントいくつかねあると思うんで Twitter とか Instagram とか Facebook とかね気をつけてくださいね逐一ねそういった情報もね SNS の方では発信していきたいと思うんでねあのぜひフォローいただければって先にそれ言っちゃうかみたいなねそう、うん、締めのコメントじゃないですかそうその常に酸っぱい系とか甘いジュースジューシー系は飲んできたけど、うん、サワーでこのなんだろうシャバシャバ感も含めて飲みやすくてフルーティーというかなかなかプラムの酸味っていうのが多分あるんじゃないかなと思う、うん、その鼻に抜ける感じがプラムのあの酸味が、はい、味はなんかその桜フレーバーというか、うんうん、その酸味がくどくないのがいいでもこれモザイク入ってんだねっていうねそのまあちゃんとビールなんだなっていう技巧派だよねうんそれに仕上げてきたのがすごいですねうんでこれリモートコラボしたビールでしょこれ、うん、公式の説明今回ないあるないないもうとにかくレアですよっていうねその買いたくても買えない人が震えるしかないね西野かなうんまあね、あの私もねあの買えなかったんですよこれ実はハンマーヘッドのねセブン行ったらねあのもうなくなっててっていうところで今日ねあるよっつって持ってきてくれた飲みの途中にこう「どこ撮れや!」っつってまあまあノリノリなんですけどはいそう撮らせていただいてます撮らせていただいても一ネタねまたいただいちゃってちゃっかりと嬉しい限りでございますということでね飲み終わりましたいや本当にありがとうございますごちそうさまですノーザンモンクと宇宙のコラボビール OFS025 飲みましたいやーねプラム、うん、本当に綺麗なビールで、まあ、4.5% 飲みやすい、うん、アビーム10で全然苦くないしプラムのこう酸味の感じがして桜のフレーバーの綺麗なビールでしたね、うん、ということで唐突に飲み会の途中に動画を撮りましたこの動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram やってますんで概要欄からフォローお待ちしております。そして I love WCB さんの Instagram のアカウントも概要欄に貼っておきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。それではおやすみなさい。